私が本を読むのが趣味なんですけど、でも私の好きな本の買い方はネットで買うのもいいけど、ちゃんと私出会い方まで大切にしたいタイプなので、本屋さんに行って選ぶのが好きなんですよ。でも私の好きな本って大体もう昔すぎてネットにしかないんですよ。だから古本屋さんに行って探さないとないんですよ。でも行くんですよ。行って買うんですけど、私が新たに読みたいって思う本を今日は情報を仕入れましただからまた古本屋さん行って探すのが楽しみだなっていうのがいいこと一つ。あ、そう、でも頭良くないんです私。もうめちゃめちゃ本当に国語が超苦手で、それで本を読んでるっていうのもあります。だから本を読んでるからって言って賢いわけでは全然ないんです。